フィットリュックスね、今日ね、これインサイトね市場に来たんですけど、もう一回やっぱ気になるんでね、これ見てみます。やっぱねリュックスはこの下回りのこの辺の仕上がり感が全然違いますよね。ピアノブラックでかっこええわ。いやでも今回のフィットね、だいぶね見慣れてきましたよね。今回のねこのフィットのねこの白色すごい、このパール、ホワイトパールなんちゃらこれすごい綺麗。 EHEV やっぱりガソリンモデル 1.3 リッターもあるんですが、やっぱハイブリッドモデル乗りたいですよね。まあ、室内もね広くてすごい乗り心地がいいんですよね。ナビのリアカメラかな。ちょっと今日はねこの間とちょっと違った見方してみます。ちなみにホイール、これねリュクスの専用ホイールですね。このデザインはリュクスしかないと。では高級フィットいや本当高級フィットやね。これもうこの革張りですからね、シートがね。ただねちょっとドア周りが、あでもここリュクスはいいわ。これふにょふにょしてる。ちょっと乗り込んでみましょう。お邪魔します。わあ、そうそう、ほらなんかね密閉感も良くなってる。で、あのハイブリッドモデルでもね、この普通のシフトレバーにね戻りましたね。これいいね。でこれナビがねオプションなんですよね。あとねこのフロアマットもついてないんでね、いろいろオプションつけていくと、まあこれね300万近くするんですよね。まあただね、あの重量税がね免税ということで、その辺はあの安く買えるんですけど、かなりの高級車になりましたよねフィットが。でこの極細 A ピラーで、このダッシュボードはね今回フラットになりましたよね。それもねすごい見晴らしがいいポイントかなと思います。でこれもねオプションなんですよね。ほら奥に深いって感じ。携帯電話のね置ける充電がつきます。あこれもチキチキ感、あチキチキ感いいね。これさっきねアコード乗ったんですけど、このフィットもね似たようなチキチキ感です。あのアコードの方がもうちょっと重厚感があったかな。でシートヒーター3段階式、やっぱりゆとりの広さですよね。あの本当にねこれ5ナンバーっていう感じがねしないんですよね乗ってるとね。さっきねあのアコードを乗ってきたんですけど、やっぱりねあのすれ違う時前からね、特にバスとかね来た時、横の電信柱ね気にしながら少し走りました。フィットはねそういうのあんまりね気にしなくてね、スッとねすり抜けちゃいますよね。ここにねほら指で押さえるカチャがあるんですけど、パーキングから、ドライブにするときにねこのボタンを押すんですよ。それで B まで行っちゃいますね。でこのリュクスはねこのハンドルのヒーターがついてるんです。これじわっとあったかいよ。追従のねこのボタン、これは前のねフィットより押しやすかったです。これ覚えたらすぐ使いやすいかな。まあ、覚えるまでがねちょっとあれですけど。でここにこのホームボタンがあるんですよね。これはこのグリグリボタン、これはねナビと連動してます。ナビゲーションを、と、あと792キロも走れるんですね。あ、平均燃費ね、今、これ 15.3 キロパーリッター。だいぶね、ちょっと運転の仕方が悪かったんですかね。安全支援情報。ああ、これなんか駐車するときとかいいんじゃないですかね。踏み間違い、追突軽減システム、オン。オフ。オフができるのか？あ、オフができる。これオフにする意味ある？これバックもね、これちゃんとオンにしときましょう。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。今日はねこのあえて狭い道を走っております。やっぱねこのコンパクトカーってねいいですよね。本当にね、さっきね、あのアコード乗ってたからね、特に思いますよね。この、街乗りがすごい
しやすい車だなと思います。あの3代目フィットの後半もそうだったんですが、かなりねふわふわした乗り味ですね。でこの椅子のね、椅子の座った感じ、太もものあたりが結構ねボリューミーな感じがして、あの深いね椅子に座ってるなという感じがしますね。本当にねなんか高級セダンに乗ってるかのような乗り味ですね。だいぶ変わりましたねフィットで。今これブレーキホールドしました。あのブレーキね外してます、足元。すごい楽ちんです。これはね、あの今回の新しいフィットから採用された機能なんですけど、かなりねこれあのこれだけでだいぶね進化したなという感じしますね。あのベゼルとかはこういうのついてたんですが、フィットはねついてなかったんでね。あのこれホンダセンシングで、あの追尾システムっていうのがねついてるんですが、それもねあの結構ねやっぱ設定したりしないとダメなんですよね。ハンドルの手元で設定できたりするんですが、やはりね、慣れてないとなかなかね、使いづらいなと、まだまだ使いづらいなという感じはしますね。で、スポーツモードとかがね、ないんですよね。イーコンモードぐらいです。あ、やっぱフィット運転しやすい。左斜め前とか、すごい、視界がいいですね。わ、ふわっとする。これね、やっぱスポーツモードもないんですけど、このパドルシフトもね、ないんですよね。フィット3とかはね、パドルシフトあったんでね、あれ結構使ってたんですよ、私。なんて言うんでしょう、このシフトダウンするとき、長い下り坂とかね、その辺の時にわざとシフトダウンしてね、エンジンの回転数を上げてやってましたね。うん。いや乗りやすいわ。いやフィット乗りやすい。気持ちいい加速もしますね。まあアコード乗った後なんでね、この静粛性っていう面ではね、やっぱあれにはかなわないですね。アコードには正直かなわないです。あれいろいろね、機能ついててね、ノイズキャンセリング機能とかね、ついてるんでね、室内の音をね、打ち消したりするんですよ。まあそういうね、機能はついてないんですが、やっぱね、フィットのこの静粛性っていうのも、フィット3からだいぶ上がってるような感じがしますね。なんかその辺もね、ちょっと高級感増したのかなという感じがします。まあ、この液晶のね、このスピードメーターがね、結構これ明るいんですかね。これ今ドライブです。ドライブモードで、スピードを今ここ50キロまでちょっと加速しますね。で、シフトダウンしたいときに B にすると。ただね、今これ B に入れてるんですけど、そんなにね、D と変わらないのかな？これどうなのかな？引っ張りたいときはこれ B でしろってことかな？なんかね、あんまり差がないんですよ。それでね、気がつかなかったですね、今ね。ずっとドライブで運転してるのかなと思ったんですけど、どうやら違ってたみたいなんですね。これ結構多いんじゃないですかね、この間違い。うん。しばらくね、今走ってるんですけど、EV ですね。基本 EV で走ってる感じがします。エンジンはねたまにかかるんですけど、まあそのエンジンもね動力に使ってるんじゃなくて、充電に使ってるみたいですね。高速運転時に、やっとエンジンがかかると、でエンジンの動力を使うということですね。こういったね街乗りのね40キロぐらいのところではずっとねこの電気で走ってるという感じですね。でこのリュクスはねこのハンドルのヒーターがついてるんです。これじわっとあったかいよ。あーハンドルじわる、ハンドルあったかい。これちょうどね10時10分ぐらいのところかな、その辺がすごいあったかいですね。あ上の方もあったかい、下の方はそんなにやな。
あ、10時10分めっちゃ暖かい。これ暑いぐらいやな、きっと。で、これね、今思ったんですけどね。私ね、今、肘置き使ってないです。これ肘置き、これちょっとね、偉そうに、こう、なんて言うんだよ。こういう風にね、座ってしたら、まあ、肘置き。あ、そうか、こうしたらいいんか。ちょっとね、私、やっぱ、今、レビュー中だったんでね、こう、前のめりになっちゃってましたが、普段はね、こう、リラックスしてね、こう、ちょっと腰を奥の方に、こう、する感じかな。そうすると、まあ、肘置きの位置はちょうどいいですね。ただね、ちょっとこう、ほら、よく初心者の方いますよね。こう、前のめりになった時というか、こう、両手でハンドルを持ってる時は、そっか、両手でハンドル持ってる時は、どっちみち肘に行かへんか。なんかそれよりね、このシフトレバー、これがね、ちょうど手を置く位置になるんですよね。こう無意識でね、このシフトレバーにね、手を置いてましたね。この肘置きの位置、もうちょっと前でも、この辺まで、これちょっと移動できるんかな。こう移動できひんな。こうなんかたまにずれてね、こうグッとなるやつありますよね。あ、前の車。いやー、フィットリュクスね、いい車ですよね。アコードとね、ちょっと比べるのもね、だいぶ、ちょっとクラス的にだいぶ違うんですけど、本当はね、ヤリスとかね、他社ね、車と、まあ、同じセグメントでやればいいんですけど、今日ね、たまたま、もっと上のグレードのね、アコードを乗って、その違いを今、感想率直なんですけど、やはりね、まあ、値段だけありますよ。値段だけあって、大きい車なんで、乗り味やっぱ全然違うんですが、このフィットのクラスでも、近い、それに近いね、乗り味に近づいてきてますね。雑味がないと言ったらいいですかね。昔のフィット3までは、結構ね、その雑味というかね、カジュアルな乗り味だったんですね。まあ、それが逆にね、この売りだったんですけども、このフィット4、この新しい新型フィットに関しては、よりね、上のグレードからダウンサイジングして乗る人のことを考えて作られてますね。静粛性だとか、この特にね、このリュクスに関してはね、車両価格は高いんですが、この上のグレードからね、乗り換えた人は、まあ、満足度っていうのはあるんじゃないですかね。安っぽい車に乗ってるなという感じがね、あまりしないですね。いや、今日はね、花園店さんで、試乗いたしました。いや、フィットね、この前からの見た目もいいけど、もうね、すごいやっぱ慣れてきましたよね。見慣れてきましたよね。やっぱここがね、細いんで、すごいやっぱちょっと昔のね、クラシカルのデザイン要素もありますよね。昔の車ってね、結構こうピラーがね、細くてかっこよかったですよね。で、後ろもね、スッキリしていいですよね。はい、というわけで、今日はフィットリュクスもう一回乗ってみたようでした。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットリュクスもう一回試乗したようでした。じゃあね、ボーイ。